さんからいただきました。ハリさん、さくらさん、こんばんちょろーす。ちょろーす。前番組から聞き始めて1年9ヶ月くらいになりますが、初めてちょっと意味がわからないですけど、長い間聞いてちょっと気になったのでメッセージなのですが、番組がちょろいに変わってから、変わってから最初からちょろいですけど、ゲストさんはミカコング先輩、ミカコさんのことですね、しか来てないのですが、他にゲストさんが来る予定はないのでしょうか。1周年記念放送とかにでもゲストさん呼んでみてください。ほう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 。最後に萩市、桜さんの口に合うかどうか分からないけど、自分が仕事で栽培しているフルーツを。ん？仕事で栽培している？スタッフの方からお受け取りください。それではこれからもっと暑くなるので、お体には気をつけてください。あ、気をつけてお仕事頑張ってください。ということで。わーすごーいバランスえ？マンゴー？え？マンゴー？マンゴー？びっくりした。なんかさくらさんも、今ちょっと思ったよね。今ついに、あ、ついにさくらさんもそういうの解禁なんだって思って、今大人になったもんだなとか思ってたけど、しかもね、マンゴーでね、なんかやる、ちょっと、いや、なんかさくらさんも、あ、もう23時代が分かってきたなって思ってた。え、何？す？何？さくらさんさ、最近さ、現場でエロい単語をウィキペディアで調べんのよ。それでは、回数見てください。そう、これエロいって。やめた。そう。中学生か。台本に出てきた意味の分からない単語を、男性に聞いたら、エッチな言葉を、大きい声で、回数これどういう意味ですか？男性がいる中、ね、隣にいたよ。ね、後で教えてあげるからさ、大きい声で言うのやめようよ。すいませんっつって、これウィッペリアで調べ始めてしたら、大成すごいっつって、イラストとか載っちゃって、画像付き画像付きですごいっつって、先輩大喜びみたいな。なになになにみんな来るみたいな。で、自分で調べると、検索ワードが残っちゃって、みんな履歴残っちゃうの嫌だから、さくらさんのってみんな見た。ひどい。クソ野郎な現場だよ、ね。私の履歴なんか全部行かがほしいの。行かがほしい単語で、さくらさんの履歴が、検索ワードが生まれて。すごい、すごい。立派ですよ、これ。立派なマンゴーでしょ？これを美味しそう。自分で栽培してるっていうことは、農家の方なんですね。すね、ありがたい。もうすごい、うん。匂いすごい。ほんとだ。すっごい甘い匂いする。すごい甘いね。なんか部屋に置いといてる。すごい部屋が。確かにトイレとかね。ねえ。あれ？ねえ。マンゴー、マンゴー。いい匂いする。あんまりさ、そう、さくらさんバカ？怒るよ、大さん。いい加減にしないと。すごい、でもありがとうございます。ありがとうございます。後で美味しくいただきます、みんなで。美味しそう。ゲストさんね、この番組、なんせお金がないですから。そうですよ。宣伝物がある方しか呼べません。そうですね。何かじゃあ、宣伝したいよっていうものがある方は、ノーギャラでね、ぜひ。この番組来て宣伝していただいて構いませんので、私にご連絡をください。宣伝効果あるかわかんない。こんなもんかな。